い、どうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。本日も、アスタータタリクス、やっていきたいと思います。はい、さて、ちょっと動画開いちゃったんですけれども、ちょっとね、体調がギリギリだったっていうところもありまして、いろいろね、止まってました。まあでもね、ゲームは、まあやっておりましたんでね、自分的には問題ないなっていうところなんですけど、スイートマイハートはエクセリア選んで、で、ハートコレクションハートコレクトかは、今、普通にね、ベリースイートで回ってますね。地の編成とかも多分あると思うんですけど、まあ、とりあえず、ベリースイートで回っちゃってますね。まあ、いっか、みたいな感じで。で、厳選は運にしたいんだけど、今んところ、こんな感じかな？運20の、毒耐性1、麻痺耐性6。だから、麻痺耐性6の毒耐性18。スキル禁止耐性17。これがちょっとまだよくわかってないけど、スキル禁止耐性。今後、これから来るんですかね？スキル禁止っていうのが。今あったかどうかちょっと覚えてないんだけど。まあ、だから、目標としては、35ぐらいはちょっ と持ちたいかなっていうところではあるんですよね。まあ、ここら辺の体制はもう最低限でいいんでね。まあ、これが、25?23 か。くらいまで上がりたいなって。あ、もうちょっとレベル上がるか。まあ、でも35以上にしたいなっていうところですね。まあ、運営さんからね、情報を先出しということで、新スタイル、フレンということでね。まあ結構、喜んでる方も多いんじゃないでしょうか。フレンが来るっていうところで、まあどんな感じになりそうかなっていうふうに、まあ想像してるんですけど、今のところ星5のスタイルにないものっていうのが、まあ来てほしいなっていうところなんですが、ヴァンガードだったんだね、星4は。で、片手剣と直走。星3が、あれだよね、ハンマー系だよね。戦士か。戦士だから、片手斧か。そうだね。フレンの旋風とかだったもんね。片手斧ね。まあ、星5でないのが、メイン装備で、片手斧、あとは、大土がない。メインでないから、まあ、ここら辺に来てほしいっていうところだよね。だからそろそろ大土でいいんじゃないかっていうところで、まあ、イラスト見た感じだと、絵が長いっていうことしかわかんなくて、でも振りかぶってたから、槍じゃないよね、みたいな話になって、でも大斧っていうところもあるけど、まあ、剣ではなさそうなんだよね。まあ、そうなると土っていう可能性もあるよね、っていう。まあ、土がいいんじゃないかなって気はしますけどね。土の武器って結構ね、火力高いものが多いんで、なんか、来るんであれば、まあ、モル君超える超火力か、もしくは、神速のキャラ。まあ、絶対当てます。とか、絶対追撃します。ぐらいの、なんか強い戦士っていうか、アタッカーが、ま、理想だよな、っていうふうに思うんですけど、まあ、そうじゃなかったらね、やっぱ効果力がいいと思う。まあ、そうすると、ここら辺がね、遊んでる状態なんで、まあ、巨人族の戦追とかね、これめちゃくちゃ強いと思うんですよね。物高40アップだから、実際93ぐらいの能力持ってると思うんでね。で、命中89でしょ？意外と土装備できるスタイルのメンバーって、意外と命中高かったりするじゃないですか。ガウェインとかも結構いい命中してた気がするんで、技は結構上がるはず。結構強かったりするんです。クリスマスの、イベクエのボスにいるじゃないですか、ガウェイン。あれ適当な装備で挑むと、イゾルデとかがね、落とされたりとかするんでね。まあ結構怖かったりするんですけど、まあでもね、まあここら辺をね、まあ調整して、やっていただければ、まあ、非常にありがたいんじゃないかなっていう。で、あとは、ま、フレンっていうところがね、これで3スタイル目なんで、保有スキルはね、流斬剣、必殺が上がるのと、流特攻で、もう一体が、タフネス。おー、なんか固有スキルがちょっと微妙だな。ま、普通に流斬剣だね、つけるとしたら。必殺が10上がる。でも、火属性で来るのかね、そうすると、闇と火と火。まあ、でも、トリスタンの例もあるしね。トリスタン、エレインが、そのまま、同じ属性で昇格してるからね。だからまあそこら辺は気にする必要ないんだろうけど、来るの非属性だよね、きっとね。まあ非常に、まあ楽しみだなっていうところですね。まあ正直言って欲しいですね。モル君と同じで効果力のキャラだったら、まあ今後は一旦、なんだろう、効果力で戦うで何とかしていくっていうパターンとかっていう風になってくるんじゃないかなと思うんで、このね、こっちのイベントでも、魔法がそこまで通らなくなってるけど、物理はそこそこ通る感じじゃないですか。だから、まあ、そういう風に徐々にまたなっていくのかなっていう。魔法と射程に2以上押し
が続いてたんだよね。だから敵の中にもね、今回の夏休み水着イベかの方でも射程2以上の敵ほぼいなかったんで、まあそういう意味ではまた近接がね戦いやすくなって、むしろ逆にね、射程2以上のキャラが使いにくくなってくるっていう。だから弓キャラが使いにくくなるよね。だから、そんな時にトリスタン弓ってことになるんだろうけど、まあ、だから、なんていうかな。そういう形でね、準備して、行く方がいいんじゃないかなっていう。だから僕もストーリーで早くトリスタン弓取んなきゃなっていう風に、ちょっと思ってるところ、思い始めたところですね。で、まあ、後半になるから、また、ね、アイテムが追加されるっていうところで、まあありがたいですよね。またリボンスクロールが4冊とアウェイクストーンが4個かな追加されて、で武器が追加されると。まあちょっと今ね、リボンスクロール SSR も含めてちょっと微妙に足らなくなってきてるんでね、欲しいのでね、早く来ねえかなっていうふうに思ってますが、まあ本当ここら辺のね、そのメダル集めは本当楽になったんでね。やっぱり今ハルモニアとかもほぼ終わった感じかな。今アウェイクストーンを取るために貯めてる感じか。リボンスクロールとか、あとは SR の、スクエアメダルとかね、もうほぼ回収しちゃってるんでね。なんかもうほんとあんま時間がない、ストーリーを進める時間はないな、今日ないなーっていうタイミングの時はね、ここら辺のメダルイベントをね、オートで回してメダルを稼いどくっていうのもいいんじゃないかなって思いますね。でこのキャンドルライトマイファイヤーにも欲しいですね。5倍。5倍欲しい。これ、他のところで5倍やってると、これがね、ちまちまやらなきゃいけないからね、めんどくさく感じますね。5倍ください。運営さん。お願いします。あとは、まあ、スペバトもね、まだ終わってないからね。スペバト、縛りでやってたから、全然進まなかったですね。31回までやったけど、ずっと、銀卓縛りでやってたんで。これ今こうなってますけど、今まで、ライフルの、スナイパーのエクセリアと、あと、ね、聖騎士のガラハットでやってたりしたんでね。終わるわけがなかったっていう。敵が強すぎて。まあそんな感じっすね。まあちょっとめちゃめちゃ楽しみですね。まあスペバトもそうだしね。スコアタもそうだよね。で、月末に向けて、まあそういうイベントが始まるっていうところでね。あとはまあチケットとか、ね、あとはログインボーナスの石とかね。まあここら辺で貯めといてね、今のうちに。フレンのためにね。やっていくといいんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあちょっとね、最後にちょっとチケットを引いていこうかなっていうふうに思います。落とし。いつも通りの役落とし。これで、メダルでした。さあ。年装は欲しいけ、あ、そうだね。ティルフィングも持ってないからな。欲しいんだよな、ティルフィング。雷属性めっちゃ欲しいんですよね。お願い。でも結構、ツイッターとかの報告で見ますね。ゲットしましたっていう。マジで羨ましいっすね。おぉ。てか、そろそろパワーボー星5にしたいんだけど、なんかパワーボーがね、もうしばらく出てないっすね。どのぐらいの期間出てないかも思い出せないぐらい出てない。パワーボー。よこせ。パワーボーよこせ。パワーボーじゃなかったらまた、やった。あなたのために全力を尽くします。これは嬉しい。これは嬉しい。パワーボー。エレイン。ダメでした。パワーボー無理でした。でも、嬉しい、これは。最後、年装。これめっちゃ欲しかったんだよ、これ。当時。これのために確かね、120〜130連引いたんですよ。僕。それで結局出なくて、まあ、その代わり他のやつがね、3枚ぐらい出たのかな。うん、3種類。これがめっちゃ欲しい。雷属性って割とね、なんか技が上がりやすいキャラが多い気がするんですよね。来た！来た！お、今日マジで運いいぞ。今日マジで運いいな。これはマジで嬉しい。だから、
年装に関しては、もう手に入れるじゃないですか。ほぼメダルなんですよね。これも本当ありがたい。SSR がね、多分ほぼ、もう全部メダルになったかな。来い！来い！これなんだっけ？おぉ、ロンゴミアンとか。まあでもね、嬉しいっす。ロンゴミアンとこれで一突かな？ UR が被ることはほぼないっすね。だから、のっぺり出てるんですけど、だけど、ビジョンシフトがないっていう。だから、この前のスコアター結構苦戦したんですよね。いや、嬉しい。めちゃめちゃ嬉しい。これは、あ、3枚目でした。で、これが、まだ終わってなかったのか。あと1枚。65枚ゲッツ。また500になった。これは嬉しい。はい。というわけでね。まあ、フレン、めちゃめちゃ楽しみですね。で、コロシアムとか、もうね、いろいろあったりするんで、まだ、結構ね、育成に、力が入るタイミングになって、きたと思うんでね。まあ、あとはギルドレイド、GVE ですね。うん、ギルドレイドかどうかわかんないですけど、GVE がね、まあ、早くて来月だと思うんでね。うん。まだ何の告知もないからね。早くて来月だと思うんですよ。月末のスペース配信とかでね、発表があれば次の月ってことだと思うんですけど。うん。早くて来月かなと思ってるんですが。まあ、それに向けてね、ギルメンの募集もしておきたいなっていうふうに思ってます。ちょっとね、入れ替わりまして、今、5人ぐらい。募集してます。5、6人募集してます。はい。ですので、もしよかったらね、コメントの方にね、ご記入いただけると嬉しいです。はい。というわけで、ご視聴いただき誠にありがとうございます。最後にチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。